道路を、建築を生み出してきた私たちの歩みが、都市を、そして本当に求めたい人が生き生きと暮らす快適な環境を創造してきた。そして今、来るべき未来へ向け、私たちは新たなフィールドへと動き出す。技術という力であらゆる可能性を創造する。大成建設グループが誇る次世代技術研究所、それが T フィールドです。いつまでも豊かで美しい地球、その実現のために私たち大成建設グループは、目指すべき社会を定め、挑戦を続けています。埼玉県幸手市、 T フィールドはこの美しい自然に恵まれた地に、持続可能な社会の実現へ向けた次世代技術の実証実験の場として誕生します。およそ1万1000平米の敷地内には、研究・開発の中心となる研究棟をはじめ、120メートルもの長さを使い、新たな舗装の実証実験を行う試験施工フィールド、脱炭素のアスファルトやカーボンリサイクルコンクリートの製造を行うプラントフィールド、舗装材の耐久性テストを行う臨荷重走行試験機棟、そして見学ルートにも使用されるこれら施設をつなぐ空中回廊のほか、さまざまな施設が誕生。カーボンニュートラルを追求した施設で、さらなるカーボンニュートラルな時代を築いてまいります。研究棟では、資材の調達から施工、運用、修繕、解体という建物のライフサイクルのうち、運用時のみを対象としたゼブの先にあるライフサイクル全体で CO2 の排出量を実質ゼロとするゼロカーボンビルの実現のため、最新の解析により日照や視認性を高めた地場産木材によるシンボリックなファサードを実現、また長寿命化建材をはじめ、独自に開発した数々の技術も採用。建設段階でもハイブリッド重機の活用や、現場で生じた残材のリサイクルなども積極的に実施してまいります。その他、地域の生物や植生を定量的に評価することで、生物多様性に寄与するネイチャーポジティブなデザインを実現。さらには作業員のウェルビーイングやエンゲージメント向上を目指したウェルネス作業所の導入など、人と環境と技術の未来を一つ一つ丁寧に形にしてまいります。私たちは夢を見る。次世代技術が可能にするサスティナブルにデザインされた未来を、人が生き生きとする環境を創造する。私たちは大成建設グループだからこそ成し得る夢のある環境を、これからも創造してまいります。